例、6パネルデジパックは CD のパッケージング仕様の方式である。厚紙の台紙にプラスチック製のトレイを貼り付けるのが大きな特徴である。アメリカ合衆国AGIの特許。商標登録は運営元の米ミドウェストベイコ社。厳密に言えば DVD のデジパックはDVDigipakという別の商標であるが、通常はデジパックといえばDVDigipakも含む。日本においてはジャパン3部社が米AGI社からのサブライセンス供与により、1987年に日本国内での生産を開始した。デジパックの商標は2000年にアメリカ合衆国のパッケージング企画団体AGIによって提案され、運営元のパッケージング会社ミドウェストベイコ社によって名付けられた。従来の規格にとらわれることがないため、観音開きにできたり、より多くの歌詞カードや解説ブックレット、写真集を収納できるなどの利点がある。一方で、通常のプラスチックパッケージよりもデジパックの方が原価が高いことから、コスト面から採用を断念せざるを得ない場合も多いとされる。また、ディスクを固定する爪が破損した場合、通常のプラスチックパッケージのように容易に交換することができないというデメリットも大きい。紙ジャケット。ありがとうございます。